イヴァンゴロドの紋章。イヴァンゴロドは、ロシア北西部、レニングラード州の西端にある都市。人口は1万1206人。イヴァンゴロドは、ロシアとエストニアの国境を流れるナルバ川の右岸に、ある町で、イヴァンゴロド城塞が名高い。川の対岸には、エストニアの都市、ナルバがある。タリンとサンクトペテルブルクを結ぶ鉄道、及び、 高速道路 M11 が国境を越える場所でもある。サンクトペテルブルクからは西へ1 5 9トル。右はイヴァンゴロドの城塞。中央はナルバ川で、左奥はエストニア領ナルバのヘルマン城イヴァンゴロドの城塞は1492年、イヴァン三世の地勢にモスクワ大公国が建てた。城塞の名及び都市の名もイヴァン三世にちなんでいる。この一帯は、 ロシアとスウェーデンの争奪の対象となり、リボニア戦争により1581年から1590年まで、イングリア戦争により1612年から1704年まで、スウェーデン領であった。1649年までは、スウェーデン王から、ロシア人による自治や特権が認められた都市であったが、同年、対岸のナルバに併合されその郊外となり自治は終了し、 以後1945年までイヴァンゴロドはナルバ市の一部となっていた。大北方戦争によりイヴァンゴロドも含むナルバはロシア領となった。ロシア帝国が革命により崩壊すると、その後の混乱の中でエストニア共和国が独立し19、1919年1月にヤーニリンも含むナルバ全体を管理下に収めた。ボリシェビキ政府と エストニア政府が結んだ1920年のタルトゥ条約では、ナルバ川の東岸の帯状の地域がエストニア領として確認された。第二次世界大戦中の1940年にソビエト連邦がバルト諸国占領を行い、エストニアをソ連に併合した。1944年には、ナルバの戦いで赤軍がドイツ軍からナルバを奪い、 ナルバ市の内側の東岸のヤーニリン地区を行政的に分離させた。さらに1945年1月、ソ連政府は、ナルバ川東岸一帯を、エストニアソビエート社会主義共和国から、ロシアソビエート連邦社会主義共和国に併合している。イヴァンゴロドは1954年に市として認められた。1991年に、エストニアがソ連から独立回復を達成すると、 エストニア政府は1920年に両国政府が調印したタルト条約による国境線の方が1945年にソビエト政権が引いた連邦構成共和国間の境界よりも合法的であるとしてナルバカワ東岸の領有権を主張したがロシア側は現在も有効なのは1945年の決定の方であるとしてイヴァンゴロドも含むナルバ ガワ島音を統治し続けている。2014年2月18日、エストニアとロシアの領有権問題について、両国外省はソ連時代の国境線を追認する形での国境確定条約に署名した。これに従って、エストニア議会は国境条約批准プロセスを進めたが、その後はロシア側がエストニアの反ロ勘定について抗議を繰り返し、 2019年に至っても、批准プロセスは停滞したままとなっている。ありがとうございます。